あの前回、ですね満州事変について調査をした立ン報告書について触れ,触れたわけでありますけれども日本にとってはですね立ン報告書は必ずしも不利な内容のものであると言えるものではありませんでした。あええて言えば

実利も欲しいという侵略行動をしているその姿に対してですね、世界はドン引きしていたと私は思います。特に第一次世界大戦の後の世界でありますので、世界は平和主義へと大きく舵を切っています。この平和主義の中で、えー、実,実利も欲しい、なんも欲しいというのはですね、 あまりにもちょっと都合が良すぎると多くの人が思ったのではないかなと私は思っております。で、その国際連盟の本部はですね、ジュネーブに、スイスのジュネーブにあったわけでありますけれども、ジュネーブでは松岡洋介が熱弁を振るっておりました。彼は日本軍の まあ関東軍ですね、関東軍の行動の妥当性を主張しました、もともと満州事変はですね、あの石原幹事が起こしたものなので、松岡洋介が熱弁を振るってです、ね、日本を守る、まあ、義理がどれぐらいあるのかというのは疑問ではありますけれども、しかし、松岡洋介は熱弁を振るって日本を擁護しました、日本を弁護しました。 繰り返しになりますけれども、当時の世界情勢は第一次世界大戦後の平和志向の時代へと移行していましたので、あからさまな侵略戦争は国際法違反と認定されていましたからあ、松岡洋介は満州事変は侵略戦争ではないのであると主張したわけですね。国際法違反ではないのだと彼は言ったわけです。 ウッドロー・ウィルソンの提唱した民族自決の精神,の精神に基づいてですね満州事変は地元の住民の自発的な独立運動であるんだウッドロー・ウィルソンの民族自決の精神に基づいているんだこれが満州国の建国なのだとこのように、えー、松岡洋介はその まあ熱弁を振るってですね一歩も譲ろうとはしなかったわけなわけですしかしながら、あのー、国際連盟で国際連盟でですね松岡がそのような議論をしている最中に関東軍は熱火作戦を行っておりまして占領地をさらに広げようとしていましたから日本の侵略意図に対する疑念というものはですね さらに深まっていき松岡の立場はますます厳しいものへと変わっていきます一方で裏側でイギリスからですね国際連盟とは別の交渉テーブルを用意しませんかというような打診が行われていたことが最近の研究で分かっているようです 国際連盟のようなお上品な場所ではですね日本のただ、日本がですね、正しいと言い続けるしかない、あなたの気持ちはよくわかりますと、イギリスは松岡に行ったそうです。日本国内からの訓練もあるでしょうから、松岡さん、あなた、板挟みでつらいでしょう。イギリスだったり、フランスだったり、日本だったりなどのですね、 世界の強国、世界の大国が本音で話し合える、みんなでちょっとずつ利益を分け合って、分け合ってですね、みんなで仲良く世界を分割する裏交渉の場を設けてですね、そこでまあ話をつけませんかと、イギリスは日本に松岡に対して提案してきます。松松岡岡はこの提案に乗り気だったよううです。松岡陽介というと、い まあ彼に対してはちょっと申し訳ないのですが、いやいやヒステリックで、エキセントリックで、かつ独占的な人物という,印象というようなです、ね、印象があるのですが、イギリスとの裏交渉に乗ろうというのは、なかなかに現実的です。ワシントント体制で日英同同盟盟はは解消されれまししたけれどもイギリスとしては元同盟国 同盟関係国である日本への手心ということもあったかもしれません。ところが、日本からは裏交渉などというものはせずにですね、国際連盟脱退も自殺で押し切れないかという訓令が松岡のところに届きます。当時、日本の内閣行政の中核的な役割を果たしていたのが、あ内田 安や内田光斎という人ですけれども、彼がそ,のそういった趣旨の訓令を発していたようです。松岡はそれに対する返信として、外交は腹8分,分,腹8分目でちょうどいいというふうなことを述べてです、ね、むしろイギリスの提案に乗るべきだと、国際連盟から脱退するような、そんな馬鹿げた答え、 やめるべきだというふうに返信したそうなんですが、えー、と外交官はあく,あくまでもです、ね、本国の代表者であって、本国から訓令が来れば、外交官の一人の思想や判断よりも、訓令がやはり優先されざるを得ません、そしてとうとう松岡は、国際連盟の脱退を発表してです、ね、世界を愕然とさせました。 そして、えー、彼はヨーロッパを出発するわけでありますけれども、松岡の日記には、その時の外交的失敗に対する後悔の念が記されていたようであります。ここまでに述べましたような経緯を見ていくとですね、確かに外交的な敗北感に苦しむことになってしまいそうに、 思います確かに敗北感にまみれたと彼が思ってもおかしくはありません。当時の日本では国際連盟からの経済制裁に対する不安感がとても強かったんですね。当時ど当時日本はどうなっていたかというと関東大震災で首都圏が一旦潰れてですねその後にえー、っとアメリカから まあ、端を発した、えーまあ、世界恐慌でその世界恐慌のあおりを受けた昭和恐慌というような経済的にも大変に不、まあ、とにかく不安な材料がたくさんあった時代で,す時代でありますので日本は国際連盟から経済制裁を受けるということについてとても強い不安感を持っていたようであります。 で、まあ、ちょっと逆転の発想で本当にこれでいいのかという逆転の発,声を発想をしてですね国際連盟から抜ければ経済制裁されなくても済むのではないかというようなあ声が生まれてですね実際に国際連盟から脱退することによってほっとしたというような声もあったようでありますので当時の日本がかなり近視眼的な 意思決定にとらわれていたように思いいますいつか、あのこのここ、ここでもですね、述べることになるとは思いますけれども、太平洋戦争もかなりの禁止眼的な発想で始められていたように私は考えておりますので、またその時になればですね、それについてお話申し上げたいと考えております。で、いずれにせよ日本は以上のような経過をたどり、 世界から孤立すす。るようになったわけですで、札付きの悪であるナチスドイツしか相手にしてくれなくなったものですから同盟関係を結ぶほどの、まあ、ズブズブの関係になってしまいそれ以外の諸国それ,それ以外の国々要するに連合国ですね連合国は敵は日本とドイツだというふうな感じでちょうどいい感じに結束し,してですね 日本帝国滅滅亡亡のの穴へへ奈落へと落ととち込んでいくことになりま,すまあちょっとこのようなお話を申し上げて暗い心境になってきましたけれどももう何回か日中戦争について述べたいと私は今考えておりましてまあ引き続き太平洋戦争に入るのが時間軸的にはいいとは思うのですが ちょっとまた視点を変えてですね、ポストコロニアル的な視点から台湾についてしばらくちょっとやってみて、できれば満州国のこともやってみて、そして太平洋戦争に入ってみたいと思います。えー、そうすればですね、まあ、あまあ、日本の近現代史をある程度立体的にさまざまな角度から見ていくことができるのではないかなと。 いう,ふうに私は今思っておりますあの私あの認めますす私私認めは日本近現代史のマニアなんです、えー。お付き合いいただければ幸いでございます。えー、ではどうも今日も今回ありがとうございました。失礼いたします。